画面の前の皆さん、こちこですなーです。ということで今回ね、M1 を使ってチームレスマッチャーでいきたいと思います。まあリクエストがあったんでね、 M1 使ってほしいっていう、まあこいつを使って、チームレスマッチャーでいきます。まあ特徴としては弾倉の弾を全て打ち切らないとリロードができないっていう、まあデメリットというかネックなルークポイント、ルークポイントっていうの、こういうのって何ポイントっていうんだ、ウィークポイント何ルークポイントって新しいな。まあそういうウィークポイントがあるので、よいしょ、あんまり初心者さん向きではないかなとは思いますね。はい、真上おるやないかい。ナイス味方、サンキュー。まあそうなので結構ね、使い方は難しい武器かなというふうには思います。ニュッと、オッケー。ただまあ武器の単純な性能で言えばほぼ、2発3発でね、どんな距離の敵も倒せるので、まあ純粋に強いです。やったかな。マジか、まさかもう近づいてきたか。ちょっと厄介、こっちからまた来そうだけど、オッケー、詰めていっちゃいましょう。あ、オッケー、さあさあさあ僕もついていくよん。まあ解説動画でも言った通り、ここはある程度やっぱ距離が取れる回収がいいですね。でリロードも今みたいにいちいち赤点出さないとリロードできないので結構大変ですよね。よいしょ、待て外周マン、待つんだ。やばい、味方がやられる。ごめん味方間に合わなかったでござる。また外周来そうだけどね。よいしょ、詰めまーす。オッケー、カウンター使っちゃいましょう。危ねー、ナイス。なんだっけこの見られるとめっちゃパンツが黄ばむやつ。よいしょ、パンツじゃないね、画面だね。よいしょ、オッケー、なんかいるね。オッケー、見られたな。そして来るんじゃね、来ない、来ると思ったけど。最悪これ、いやー最悪だね。オーデン出しちゃいましょう。よいしょ、安全地帯でリロードこんな感じでねしなきゃいけないんで結構めんどくさいです。よいしょ、来るかな。いただきいいんか、外周行きますか。ちょっと怖いですけどね。 OK、 OK、 いい、やばい、来るかな。いやーオーデン頼む。いやーマジか惜しかった。まあまあ RC8 出たんでよしとしましょう。よいしょ、結構だいぶ圧倒的じゃないか我が軍は状態ですね。よいしょ、ナイスキル。RC8 の目の前に敵が今落っこってったけど、よいしょ、おお、これで2枚抜きって初めてやったわ。オーデンが落とされましたね。うわー近いホームラン打たれた。なかなかいい音になりますよねあの殴り。よいしょ、っていうかそう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 、もうすぐ1月31日か新マップ来ますね。でまあ個人的にめちゃくちゃ胸アツなのがアフガンっていうマップが入ってるんですよ。よいしょ、あれは任せましょうか。でアフガンっていうマップってモダンウォー2のマップなんですけど、僕めちゃくちゃ思い入れあるんですよね。だからすげえ楽しみなんですけど。よいしょ、やってくれたか。まあ今みたいな感じでね、よく分かっていただけたと思うんですけど、一発しかないときああいうことになっちゃうんですよね。よいしょ、よいしょ、 RC8 いつの間にか死んでたな。まあまあまあどんまい。よいしょ、またこっちから来そうですね。危ねえ、来そうなんだけど来ないやがら。てか一発しかねえ。おお怖っ。
ハンター使いましょう。ここに侵入していく。敵はどこだ。まだこっち脇だと思うんだけど足音めっちゃ聞こえたわ。よいしょよいしょ。バンシーが落ちてたな。あぶねえ、強え。やっぱ性能は高いっすねこの武器。よいしょ、来てるな。今のもブースト音とかめっちゃ聞こえましたね。いるで味方、気ぃつけ。いやー2人ともやられていくまあまあまあ、どんまいどんまい。よいしょ、こっち来そう。 OK、 やっぱ SMG はプロエボが強いっすよね。僕もそう思います。いやー、エームクソすぎでしょ。まあね、最近エーム良くないんでね僕。だから M1 とかも正直あんまり。よいしょよいしょ、相性良くないんですよ今。でもまあ、うん、強いんで使おうかなっていうね。 OK、 よいしょ。味方がやれるっしょ。あれはやられていくか。どこだ、いた。 OK、 ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあね、 M1 は普通にやっぱ強いですね。めっちゃ下打たれてるけどまあ M1 はやっぱ普通に強いですね。ただまあ初心者さんかと言われるとそういうわけではないです。はい、やっぱリロードのタイミングだったりとかそういうのがあるので、まあエイム力ももちろん必要ですしね。今作はやっぱ縦に跳ねたりするっていうのが多いゲームなんで、まあやっぱ初心者さん難しいかなとは思います。ということで、よかったらね、チャンネル登録、高評価ボタン、コメントの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。こてつなでした。あつぽん。